英国貴族の若い妻が散歩の途中で出会った森の番人と結ばれる英国の作家 D.H. ロレンスのチャテレイ夫人の恋人の漢訳本は作家の伊藤誠によって昭和25年に出版されたたちまちベストセラーとなるか警視庁はわいせつ文書として摘発する当時高校生だった伊藤の次男の レイさんは罪状を恥ずかしく感じ、学校で知られないかヒヤヒヤしていたという、芸術家・わいせつか、いわゆるチャタレイ裁判は7年後に最高裁大法廷が有罪判決を下し確定するまで、分断挙げての大論争となった。簡約本は絶版となり、性描写部分を削除して刊行された。 文庫版も100万部を超えるロングセラーとなる。英文学者となったレイさんが古めかしい表現を改めた上で、寛訳本の復刻に踏み切ったのは最高裁判決から40年近く経った。平成8年だった。すでに歪説の定義は大きく変わっており、何の咎がめもなかった。今月22日に90歳で亡くなった。 レイさんは病気との付き合いが長かった。3歳の時に赤痢となり小学校も4分の1は欠席した大学時代には結核を患いその後も肝臓病で何度も入院した転機が訪れたのは大学教授の退任を1年後に控えた68歳であるある朝一年発起して普段は実態 自動車で通う大学に自転車で向かった。たちまち足に力が入らなくなり、お尻も痛くなる。放り出してタクシーに乗る誘惑と戦いながら、なんとか12キロを走り抜く。それから転倒を繰り返しながらも少しずつ距離を伸ばし、ついには1日100キロまで無理なく走れるようになった。レイさんには伊藤誠子、 奮闘の生涯」と題した父親の評伝がある自らの自転車との奮闘をユーモラスに綴ったエッセイも多くの人の共感を集めた。